じめましての方も、二度目ましての方も、おつまわり、おつまわりでございます。ということで、今日は秘書祈願の日ということで、丸さん、ローホさんで、モナカを配らせていただいた後のお昼でございます。デモナーズバーガーさんで、ね、出店しておりましたので、購入いたしまして、これから食レポさせていただこうと思います。よろしくお願いします。こちらレッドホットチリバーガーですね。辛いもの大好きなんで、こちら購入させていただきました。じゃじゃーん、こんな感じでボリューミーなお肉といい感じのね野菜ということで、バランスがいい感じになっております。さて、じゃ早速いただいてまいりたいと思います。いきます。うまっ。お肉がジューシーなのと、持っちゃった。お肉がジューシーなのと、トマトがみずみずしいからいい感じで、パンも温かいハンバーガーいいよね。美味しいです。ありがとうございます。今食べちゃいます。はい、というわけで帰ってきました。そして帰ってきたと同時にこちらを購入してまいりました。1月24日ですね。こちらから販売開始となりました。極みいちご大福でございます。ありがとうございます。こちらをね、購入してまいりましたんで、こちらもね、一緒に食べていって食レポを2連続ということにさせていただきたいと思っております。はい、中身はこんな感じでございますね。はい、こんないちご大福でっかいの出てまいりました。ありがとうございます。じゃあこちらを食していきたいと思います。あ、一応ね、あの向こう側にちょっと坊人がいるんで、これをね、一人坊人にこれ渡してあげたいということにさせていただきます。はい、じゃあ一口いただきます。うん、いちごがジューシー、よいしょ。いちごがジューシーで、白あんとのバランスがめっちゃいいですね。甘さがちょうどいいかも。うん、うまい。安定の美味しさでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこちらね、1月24日から発売しておりますので、皆さんもぜひ ご購入をしてみてはいかがでしょうか。1月28日とかにね、鹿島のサポーター皆さん行かれると思うので、多分その時にもあると思いますので、皆さんぜひね、ご購入していただいて、食べていただいて、またいろいろとこう、ぜひね、美味しいものに関しては美味しいっつってツイートしていただいたりすると、お店とかはとても助かると思いますので、こうやってやって、こうみんなでいろんなものを盛り上げていければいいかなというふうに思います。それでは以上でございます。それではまた次回、つまわり。